く？あー、え、もう出たの？当落。あれ？早くない？早くないか別に。あれ？あれ？もう？あら。あ、当たりました？当たるかそりゃ。まだ1時だもんね。あ、最終日。あ、よかった、よかった、1枚だけ当たった。嘘。でもまだ第1次なので皆さん大丈夫です。ありがとうございます、申し込んでくださった皆さん。あ、ゆかちゃんと初めてお話で、え、ありがとうございます。あ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ダメだったっていう方はまた別の日時のやつで第2次申し込んでみてください。そうですね、多分最終日が皆さん狙い目だったんですかね、きっと。18日かな、多分。あれ、最終日が皆さん狙い目でした？あ、違う、そうだよね、みんな絶対最終日取ってくれるんだろうのかなっていう。でも本当にあの10月18日の第7部で、私のこの MGT の6年半の中での、まあ、オンラインではあるんですけど、まあ、握手会という括りのものは最後なので、3日とね。え、逆に他の部は申し込んでくれてないの？他の日程。おう、あー、ありがとうございます。皆さん初見です、はじめまして。あ、10日と10、あ、よかったです。あら、おお、なるほど。全日程来てくれないの？みんな全日程来てくれないの？最後だけしか来てくれないの？みんな、いやまだ10枠しかもし、どういうこと？10枠しか申し込めないって何？あれ、待った、やばい、仕組みが分からん。あれ、10枠しか申し込めないって何？あ、あ、1人10枠しかってこと？あ、ん？ 10枚だけってこと？ 10、 あ、むずいな。10、ん？ 1人10枚しか申し込めないってこと？それか一部決まりが10枠3枚、仕組みは理解してください。いや、私申し込み、あの登録さしてないから分かんないんだよね。なんか自分で登録できなくて、3台30枚
10枠しか買えない。あ、なるほど、なるほどってあれだけど、1枠3枚まで、あ、わかった、あれでしょ、それは一部3枚までってこと、一時は最大3枚かける10枠、あ、限られてるのか、じゃあ全日程の全部を申し込むってことができないっていうことなのか、なるほど、なんで、なんでそういう仕組みなの、なんで、へえ、ゆかあれなんだよな、その握手会のやつに関してはね、一度も自分で登録したことなくて、購入もしたことなくて、ちょっと仕組みがわからなくてすんません、だるま線香受け取ってすげえ、応募が集中し、あ、なるほど、あ、今日から9月だから栗なのかな、秋だ、皆さん今日から9月ですよ、詳しくは古社に来て、古社はわか、あのね、古社は応募しなかったらしいです、最後はファンの皆さんにっていうので、なんか今回応募しなかったみたいなので、古社ちゃんは古社という名の P ですけど、あー、ゆかちゃんの最終握手会、最終のおしゃべり会1枚当たりました、あー、ありがとうございます、ありがとうみんな、でもまだ17時からかな、第2次も始まりますので、あれ17時だよね、17時から第2次受付も始まりますので、あー、ここの日程のこの部、うんっていう方はね、ぜひ17時から他の日程の他の部も、会いに来てくれたら嬉しいです、今日は8月32日やけ、え、何言ってるの、何言ってるの、9月1日でしょうに、え、あ、そうですよ、9月11日はなんと西荻公演があります、アイドルエッセンス公演と一緒です、西荻公演が前半でアイドルエッセンスが後半、お待ちしてます、ポチ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 しないと、ポチアイドルエッセンス公演は私もね初めて一緒になるので、そりゃそうか、楽しみ、また行きたいな、また来てください、なるほどね、最後の公演がいつによってかもうちょっとで発表されると思います、お手紙とあ、はい、あのお手紙皆さんの受け取りましたよ、ありがとうございました、西荻公園まだあるよね、そうね、そうね、あります、あ、10月マリナー生誕、あ、マリピー生誕祭、でも当日ではないですもんね、オンラインあるから、いつだろう、いつだろう、まだ2週1回入ってないから行きたいな、ぜひ来てください、マリナお姉さんの生誕祭は多分11月、そんなことあるかな、そんな遅れちゃうの？なんか喋ってると熱くなる、冷房つけてないんですけど
でも今日ね本当に寒かったから、あ、お仕事中なのでこれにて、はい、頑張ってね。まいなちゃんのセットアンスはゆかちゃんがいるうちにやった。ねえ、わかる、私も出たい。公園一度も行ったこと、あら、これは来なければ。ノースリーブ、え、大丈夫なかったから帰ってすぐ半袖に着替えた。あ、7月でまでやってる。あ、ノースリーブはもう着てないよ、これ半袖もう着替えたよ。まゆちゃんも生体院さん頑張って、確かに楽しみだな。楽しい。雨か、雨今降ってないのかな、降ってんのかな今。はあ、ね、今日は夕方か、まだ。あ、皆さんショールームのあのアイス、皆さんがあの達成してくださったみたい、ありがとうございます。アイスはありがとうございました。やった。あ、なんか達成できなかったかなってちょっと思ったんですけど、達成済みっていうのが送られてきて、ありがとうございました。楽しみだなぁ。あ、でもね、 P はね、あの、あるアイス、とあるアイスしか食べれないから多分食べないと思います。アイス食べたいだろうけど、ガヤちゃんずっとこのショールームのこの横に置いてある。なんかちょっとガヤちゃん、パパダイエット中なので、あの決まったアイスしか食べないようにしてるみたいで。そう、ゆかちゃんガタピーの写真集買い占めて、みんなで買い占めようか。じゃあ埼玉住んでるけど知らなかった。あ、まあ越谷、知ってる人はギリ越谷とかの人しか知らないのかな。部屋にエアロバイク設置した。エアロバイクって何？エアロバイクって何？え、なんだっけ、エアロバイクで聞いたことある。160ページもあるんやで。あ、私何ページあるんだろう、私何ページあるんだろう160はないかな。160ページってすごいね。こんなんじゃない、きっと。すげえ、ボリューム満点や。
128ページだゆかちゃん。って考えたら160ってすげえ。あ、スポーツクラブにあればよく。それ家にあるの？すごっ。いいな、ゆかも欲しい。それ超汗かけるお家で。ゆかちゃん、あ、楽しみ、ありがとうございます。広辞苑くらい分厚いページ集、それはそれでちょっと見れないでしょみんな。あ、ビスのメンバーって今やってたりするのかな。やってないか、かぶっちゃってたら申し訳ない。なんか夜とかやっぱみんなやってるからさ。あ、かぶってない、よかった。なんかあれかなって思って、ごめんなさいね、昨日とかだからなんかって思って。今は大丈夫でした。ビスの子は今は誰もしてなかったです。マリナちゃんは小学館、そうですね、小学館さん。やっぱりでも夜はみんなやってるからな。あ、聖地の星を集めに来ました。あ、ありがとうございます。いっぱいれいちゃんにピシーって放出してあげてください。皆さん、あれイベントっていつ、あれいつまでだ、あれいつまでだっけイベントって。もうちょっと、まだか、まだもうちょっとか。私もやっぱ出現したいけど、なんか偏っちゃったら申し訳ないなって。ちょっとお3日まで、じゃあもうじゃあ明後日までか。あ、明後日まで、頑張れー。金曜日の20時まで。そうか、じゃあもうちょっとですね。私もみんなのルーム行ってるんですよ。みんな気づいてないと思うけど、コメントとかしてないからあれだけど、星投げましたよ全部。半分終わりました。おお、終わりました。こんにちは、こんにちは。コメントしてよ。していいのかな、していいかな。なんか全員のところに行ってコメントすればそりゃいいのか。そりゃ大丈夫だよね、別になんかこういうの生まれないね、別に。みんなのところにコメントすれば平等になるか。じゃあコメントはしに行こうと。でもなんかちょっとさ、あれがやだな、ゆかちょっとうまくいつもヘトピだから、やっぱりちょっと静観してます。みんなのことひっそりと見守ろうと思いますので、皆さんちょっとその辺はあんまり気にしないでください。ゆかちゃんなんで言ってないの。ゆかちゃんそうやってメンバーのこと放っとくんだと思わないでよみんな。なになにちゃんは言ってるのに、ゆかちゃんはなんでって思わないでよ。ちょっとそう気にしちゃ、なんかあれだ、じゃあ違うんだよ。
今回は課金はじゃガタピーにお任せを。ありがとう、優しいね。お腹空いてきた。しかもなんか、でも今日なんか暗い外、まだだってこの時間なのに電気つけてるもん、このちっちゃいあのこのスタンド照明。だってこの時間はいつもあのつけないもん電気。今日天気悪い。でも待って、天気予報見たらここ1週間くらい結構雨らしいですよ。全部やだね天気が。起きた時から電気つけて早っ。これからサッカー見に行くから寒い。あ、絶対寒いよ、気をつけてね。ちゃんとちょっと羽織るものあった方がいいかも。絶対半袖、まあ地面するけど、まあ羽織るものあった方がいいかもしれないですね。北海道は天気いいですね。お、雨でご飯買いに行けない。雨でご飯買いに行けない。傘さして、傘。今日は長袖良いと思います。良いと思います。半袖。今日の髪型いいね。もうおろしいです、全然普通の。あ、おしゃべり会最後の分の1枚のみ。ああ、ありがとう、申し込んでくれてありがとうございます。 あと30分後で第2次の受付が始まりますよ。皆さん、メンバーのみんなの件お忘れなく。多分オーサム全員10月18日で最後だと思いますよ。おーさん、ララ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 。もうちょっと増やしたいだ、増やしてくれだ。残っているゆかちゃんの分すべて投げます。おお、投げて。肩痛い。お話から当選しましたね。当然。ガタピーはね、あれでしょ、みんなお誕生日、10月16日ガタピーのお誕生日の日がありますから、みんなお祝いしたいんちゃいますの。ワンダン西潟家の皆さんはガタピーの誕生日取れましたか？当たりました？1枚しか当たらなかったです。だよなだよなだよな。いや、私卒業したらあのみんなのオンライン行こうって絶対心に誓ってるの。急に現れ、あのでチャットルームでみんなと話す。あ、ガラピー当たり、あ、よかったね。チャットルームでみんなで、みんなと話すんだ、これ。みんなというか、で次のシングルのオンラインおしゃべり会申し込むから、絶対申し込む。でもみんなの分申し込みたいけど、申し込めるのかな。
これは究極の DD になってしまう。あ、ミハルが勝利も始まった。本当に、じゃあ皆さん応援に行ってあげてください。ちょっとステイの方ちょっとここで誰のおしゃべり会に行くか、これみんなの行きたいけどね、みんなの行きたいけど、あー確かにその頃にはオンラインではなく通常の握手会に戻っていてほしい。あー確かに、うわ通常の握手会も行きたいな、ゆか行きたいな。行きたいけどな。レンゆかちゃん並んでたら面白いね。ゆかちゃん並んじゃうよ。あの連番ちゃんと、あ T シャツもあれしないとな。いや NGT のグッズなら私いっぱい持ってるから、あの個人個人の T シャツとかは持ってないけど、あのNGT のグッズは持ってるから、それを一緒に身につけていこうかな。コシャもつれ、コシャは、ね、犬だからちょっと入れませんね会場に。ワンちゃんはちょっとほら会場入る、かわいそう。コシャ犬じゃないのに。はあ、レーンの受付のお姉さんやってください。いいねそれ。バイトしようか。いいかも。受付のお姉さんの。コシャは犬じゃない。コシャは。コシャは犬じゃない。コシャは犬と思ってないから。人だと思ってる。ゆかも女オタというものになろうかね。女オタ。ゆかの剥がしは大変だから。ああ。あ、お腹鳴った。お腹鳴った。ご飯食べたい。お腹すいた。あ、暑いな。やっぱ冷房つけないと。つけなかったらつけないで暑いな。皆さん今何してるんですか。あれ今日何曜日。あ、今日水曜日、平日だ。あれお仕事。お仕事、皆さんお仕事終わり、お休み Now。 テレワークか。お仕事中、あ頑張って。お仕事、あ寝るところでした。サボっています。北海道涼しい、行きたい。ご飯、テレワーク中、夜勤、仕事サボって、仕事終わり缶ビールな、家で行く、休み、あ夏休み、お休み、夏休み、今だ、有給。何してたの。じゃあ本日は夜勤、仕事、あもうじゃあもう終わってる方多いのね。お仕事終わってる方が多い。イヤホン
イヤホンでゆかちゃん端末から会議の音声そういう方いてくれるのよ結構何人か。なんていうんでしょう、サボり中、あもうこれおサボりの方と終わった方とあと夜勤の方が多いですね。夜勤の方は大変ですね、頑張ってください。無理せずね、体に気をつけて、ちゃんと睡眠今のうちにとっといてください、うん、今ので仕事とショールームで こういう人結構多いんですよ。すごいね、それなんで2個もできるの同時に。だってコメントしながらさ、こっちゆかの話も聞いてさ、仕事のさあれもやって、ゆか無理だよ絶対。多分 NGT のズーム会議があったとしてショールームを見ながらとか絶対できないもん。ゆか何言ってるか分かんないもん、どっちが。サボらせたゆかちゃん責任取ってね。いや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 。あ、コメントほとんどしてなくてラジオみたいに聞き流しながら仕事してます。コメントドキドキ。あ、そうだね、ラジオみたいな感じで。でもゆかのショールームはちょっとコメントがないと成り立たないので、ちょっとコメントしてください。ラジオも良いですけど、まあでもちょっと平日の、そうだね、今夕方だからね。いくらやってるとは言ってないから仕事は停止中ですね。大丈夫なの？仕事しながらスマホで音だけ聞いて、仕事中だと音声が聞けないからつらい。確かに午前あれ今何読んでたっけ、コメントか、午前授業だったから飛んできた。ありがとうございます。いやー市販か、みはちゃんがショールームをやってるみたいです。じゃあ私はそうだな、じゃあこの辺です、この辺にしようか。皆さんもお仕事中ですし、夜勤の方は今のうちにしっかりとね、ちゃんとね睡眠とってくださいね。釜玉うどんにさ明太子入れるか待ってんだよね。入れるべき。ゆかは絶対に入れる。じゃあこれはそろそろ終わりにしましょうかね、夕方なので。皆さんありがとうございました。確かに声も始まりますしね、夕方から。うん、じゃあ終わろう。コメントじゃじゃじゃ、ラッキーグー13位、シン、ゆかの人さん、シンさんありがとう。12位がソウルメイトさん、ソウルメイトさんありがとう。あ、変わった。シンさん言った。12位だ。12位が、りょうすけ。りょうすけさんありがとう。11位、とまお、あとゆかの人さん、とまおちゃんありがとう。10位がエレクトロ給食ニストさん、ありがとう。9位雪雲さん、ありがとう雪雲さん。8位がしんじさん、しんじさんありがとう。7位がハリーの道楽さん、ハリーの道楽さんありがとうございます。6位ソウルメイトさん、あ、さっきと上がってる。ソウルメイトさんありがとう。5位マサト、あとマー君、マー君ありがとう。4位がスモーキーさん、スモーキーさんありがとう。3位が横浜のおじんさん、横浜のおじんさんありがとう。2位がゆずきちさん、ゆずきちさんありがとう。1位がノアマスターさん、ノアマスター君ありがとう。皆さんもありがとうございました。じゃまた次の配信で、バイバーイ、またねー。